はい、中年オタッキーです。今日も自宅からなんですけどもね、前回自宅からやった時は開封動画やりましたけど、今回もその開封動画です。で、今回いろいろ来てます。ヨドバシカメラからと何かこれも何みたいな感じなんですけども、やっていこうと思います。一気にこれ4つ開封していこうと思います。それでは動画スタート。はい、ではまずヨドバシカメラのやつから開封していきましょうか。多分もうみんな分かってると思うんですけどね、前回のものすごい動画っていうかライブ、ライブでね、いろいろありましたでしょ。はいこれ現像液ですね。富士スーパープロドール10個頼んだのに4つだな。なんか通信文が入っておりますが、うん、4つしか来ない。4つしかなかったんだな、多分これね。もう売り切れだったんでしょ。で、こちらは、あ、こっちには入ってる。あ、あったんだな。よいしょ。3、4、5。なんで別々に来たんだろうな。意味がわからない。なんで別々できたんだろう。よほど送料をかけたいのか。ヨドバシカメラ、太っ腹ですね。というわけで、スーパープロドール1年分ぐらいを確保しました。なんか値上げするという情報なんでね、5月ぐらいから値上げするという情報なんで、一応ね、買っておきました。で、次行きましょうか。こちらから行きますね。しまった、ハサミ持ってくれよかったな。いいよ。よいしょ。もうビデオ止めるわけにいかないんでね、開封動画なんで。よっ、来た来た、来ましたよ。よいしょ。なかなかガチガチに梱包してあります。オタッキーは雑なんでねこんなに厳重には梱包しませんが、ありがとうございます。いやー、来ましたね。はい、キヤノン T80 です。 T80、 いや、使っ見たかった T80 来ました。で、こちらはレンズのようです。よいしょ。よいしょ。こらせ。いや、カビ玉ということの、あー、確かにカビはあるな。はい、キヤノン純正のね、AC3570 ですね。わお、ズームが面白い。こんなんかよ。ひえー。影響あるかな、かそっかそっか。FD レンズと一緒か。外さなきゃ分かんないのか。あー、ちょっと電池がいるないや、ちょっとこれ動作確認とかはちょっと後回しですね。というわけでね、はい、キヤノン T80 入りました。あー、嬉しいな。結構ね、ヤフオクで苦戦しててね、状態のいいものは高値になっちゃうし、状態の悪いもの買っても意味がないということで、苦戦してたらね、あげましょうかということでねいただきました。本当にありがとうございます。はい、で、次、
はい、次ですよ。はい、次はね、チムニーさんからいただきました。あ、ちなみにね、この T80 の方は、ハンドルネームの使用可否がちょっと確認取れてないんで、あの今のところは伏せておきます。もしね、ハンドルネーム使っちゃダメっていうのが分かったらやばいんで、もし、この動画を作るときに、ね、あの発表されるかもしれません。提供した方ね、本当にありがとうございます。で、次行きましょうか。これどっから開けるんだろうな。チムニーさんからのいただきになります。見た目はコンパクトだけどね、なんかずっしり重いっすよ。まあ、オタッキーは実は中身ちょっと分かってるんですが、ビッグソースカツです。いいっすね、いいっすね。これ実は酒の後にも結構いいっすよね。よっちゃいか、さあよっちゃいか。なんか他にもいろいろ入ってます。あー、これね、この手はね、結構あのドライブの時にいいんですよね。ガム代わりにできるような感じ。まあ横にも入ってる、緩衝材代わりにしてる。ビッグソースカツがたくさん入ってます。ありがとうございます、助かります。いや本当ね、この手のね駄菓子結構好きなんでね。まだ入ってる、まだ入ってるぞ。焼肉屋さん太郎、これは知らないな、初めて見るぞ。まあいただこうと思います。お前、まあ、いっぱい入ってる、いっぱい入ってる、いっぱい入ってる。うわー、ありがとうございます。ドライブ中にね、ドライブ中か仕事中になりますけど、楽しませていただこうと思います。これいくつ入ってんだ、すげえぞ。これなんだ、カメラみたいですが、富士スマートショット、あー、ほら、むちゃくちゃ簡素なね、プラカメです。もうめちゃくちゃ軽いですよ、めちゃくちゃ軽いです。多分ね、固定焦点の固定露出になるんじゃないかな。ちょっと調べてみないとわからないですけど、電池は何使うんだろう。日課度×って思いっきり書いてある。炭酸電池を1本使うみたいですね。これはちょっと遊ぶのに面白そうな、おもちゃっていう感じですけど、いただきました。あ、そうか、これスプロケットが回らないとシャッターが切れないんだな。切れねえや。入れなきゃ無理っすな。じゃあ次いきます。はい、ちっちゃいレンズが出てきました。はい、 L39 マウントのフェドですね。うわ、いい状態です、かなりいい状態。以前ね、その L マウントのレンズがちょっと少ないという話をしていたんですが、送っていただきました。めちゃくちゃ嬉しいぞ。もう一本インダスター6か、これインダスター6になりますね。 55mmF2.8、 めちゃくちゃ綺麗、これ状態。どちらもね、ちょっと一応こっちのフェドも確認しましょうか。うわ、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗です。どちらもね、めちゃくちゃ状態がいいです。これね、順を追って試し撮りしていこうと思いますが、まあ、振動レンズということで、やはりこれの登場ですね。ライカ 3A 型になるという、コメントをね、いただいてます。僕ちょっとライカはね、そこまで詳しくないんで、板金ライカっていうらしいですね。この辺見たらわかる人いるかな。で、つけてみましょうか。
振動レンズに慣れてないんでね、動かないな。これか、なるほど。おお、おお、距離計がどこになるんだ。あ、だいたい合ってますね。だいたい距離計と合ってます。うん、いやー、ありがとうございます。ライカっぽくなりました。てかライカライカなんですけどいや、ほんとね、振動エルマーが、まあ欲しかったんですけど、そんなもん高くて買えないじゃないですか。3万以上だいたい相場ね、ヤフグでもしてますね。で、それも本物かどうかわからないということで、まあ、ライカに関してはね、あんまヤフオクで買うのは僕はおすすめしないっていうか、絶対おすすめしないんですよね。本物か偽物かわからないんで、だから、まあ、店頭で買うことの、店頭だったらもっともっと高いじゃないですか。で、買えるわけがないと思ってたところに、いただきました。非常にね、ワンラックライカ風の、デザイン、まあ、ライカなんですけど、ライカなんですけど、になりました。ありがとうございます。これ使わせていただきますね。早速、冬も装填しなきゃいけないな、こりゃ。で、レンズね、こちらもね、ちょっと装填してみましょうか。装填じゃねえや。装着してみましょうか。これどういうことだ、うん、振動させてと。よいしょよいしょ。インダスター6ですね。あ、悪くないね、見た目。悪くないですね。うん。ピントリングが、これか。うん。大体合ってますね。うん、正確に出ているようです。いやー、嬉しいプレゼント、今回もね、本当に、とても嬉しいプレゼントをいろいろといただきました。まあ、おやつも含めてね、おやつもみんなで楽しませていただこうと思います。まあ、この辺はね、全部トラックに持っていっちゃいますけどそんなわけでね、開封動画はこんな感じ。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、作品投稿のコーナー、今回はケンちゃんさんの作品投稿からですね、トップバッター。作品投稿です。組写真3枚、桜3景です。我が町の桜です。カメラは富士 X100S、ワイドコンバージョン仕様 28mm、よろしくお願いしますということで、3枚、組写真ということで、桜の写真になりますね。これ今年の桜なのかな？いい天気の中ね、結構な古木ですね。支えがあるわけではないですけど、これもそうですが、まだ満開には至ってない感じかな。うん、これもそう、3枚目もそうですかね。満開までは至ってない感じですがね、結構古い、これソメイヨシノなのかな、ちょっとわかんないですけどもね、桜、今年の桜来ましたね。ケンちゃんさん投稿ありがとうございます。次はチュカメさんの投稿になりますね。おたきさん、お疲れ様です。また2枚投稿させていただきます。2枚ともキャノン7にロシアレンズのインダスター 61LD55mmF2.8 を装着して撮影。フィルムはアグファ APX100 で SPD50%、 20度9分30秒で自家現像し、いつものように XE4 でデジタルデュープしています。ずっとレンズ交換式のレンジファインダーカメラが欲しくていろいろ調べ、このキャノン7のが出来が良い割に値段が安いことを知ったので、このカメラを狙いに定めて露出系不動品を格安で見つけて購入しました。レンズも安いロシア製なので写りは期待していませんでしたが、湾曲周差は大きいものの写りはとてもシャープでびっくり。さすがテスラのコピーと感心しました。一
枚目、カイト15歳は、我が家で飼っているパピオンで、タイトル通り3月で15歳になる老犬で、ピントは若干外れていますが、逆に柔らかさが出たと思ってます。デジタルだとシャープに映りすぎるので、ちょっとでもピンボケすると、見るに耐えない写真になりますが、その点フィルム写真は寛容で良いですね。確かに。うん。2枚目、仲良し。タイトル仲良しは、あるお宅の前に干してあった靴とサンダルです。旦那さんの靴と奥さんのサンダルが仲良く並んで干してあると勝手に想像しました。右端の雨といは湾曲で結構曲がっていますが、中央のシャープネスは十分高いと感じています。追伸、オタッキーさんのチャンネルに私が投稿した写真をまとめて自分のブログ記事にして投稿しました。もしも何か不都合がありましたらお知らせください。対処いたしますということですね。別にそんなどんどんやってくださいね。それでは今後ともよろしくお願いしますということで、ね、作品なんですけどね、1枚目からはね、ちょっと動きがあったのか、ややピンボケに確かになっていますがね、柔らかい調子でいいと思いますね。ローライ APX100 ですか、ということでね、結構柔らかい調子で写ってますね。コントラストも2枚目もそうですが、ちょっと現像時間長かったのかな、これね。ちょっと柔らかい調子になっておりますが、概ね良好になっておりますね。真ん中にね、靴を並べてある、まあ、言うたら、日の丸構図になりますけど、これはこれが良かったんだと思いますね。ちかめさん、ありがとうございます。はい、次は、フィルムクマさんの投稿ですね。中年おたきさん、こんばんは。以前撮った写真を整理していた時に面白い2枚が出てきましたので投稿させていただきます。1枚目はハーフサイズカメラオリンパスペンフにマウントアダプター経由でタムロン28200ズームをつけてスナップしている時にたまたま見かけたちょうどいい被写体を撮ったもので、タイトルはアオサギです。流し撮りというものに初めて挑戦しましたが、暗いバインダーでプラス狭い画角で飛ぶ鳥を追いかけるのは大変でしたが、マグロ当たりしました。2枚目はハーフサイズカメラとは対極にあるようなもので大判のリトレビューを使って撮影した1枚です。こちらはタイトルガラスです。枕にした部屋にカットガラスにろうそく入れてその明かりだけで撮ってみました。レンズはフジナー 210mm F4.5 F45 まで絞りって撮りました。シャッター機構がついていないバレルレンズであるため蓋の開け閉めで撮影しています。フィルムはフォーマンのシノゴサイズ、 ISO 感度100、シャッタースピードは14分でした。1枚目も同じくフォアマンの ISO100 でイルフォード LD11 の4倍希釈で処理時間17分で現像しています。以前シノグオのフィルムとハーフサイズのネガを並べて見比べたことはありますが、あまりの大きさの差には笑ってしまうほどでした。フィルム価格が高騰しているこのご時世だとハーフサイズカメラがありがたいですね、ということですね。で1枚目からいきますけどね、これやりますね、本当にね。縦構図なんで流し撮りは相当難しいと思うんですが、見事に取り切っておりますね。やりますね。うん、ピントもジャスピンだと思いますね。2枚目なんですけども、これまあ大判ということでね、14分、シャッタースピード14分ですか。ものすごいディテールになってますね。この作品タイトル画面にさせていただこうと思います。フィルムクマさん、ありがとうございます。で次は野上さんの投稿ですね。おたきさん、こんばんは。懲りずに作品投稿させていただきます。タイトルは角田岬灯台。機材はゼンザブロニカ S2 にニッコール P75mmF2.8、 フィルムはローライ RPX400、 現像液コダック D7650% 希釈18度15分です。先日友人に誘われ角田山に登った時に撮影しました。足場が悪くウエストレベルファインダーで覗く時は注意しながら構図決めました。非常に重いカメラですが、ネガを見れば苦労が報われるほど良い写りなので、やはり中盤良いですね。これからも動画楽しみにしています、ということで作品なんですけどね、まあ66ということでね、これ結構ね長めに現像しているのもあってね、いい調子で写っておりますね。 RPX400 ということでね、結構ハイコントラストに出る、フィルムになっていくんですけどもね、まあ解像度はねもう筋金入りというか当たり前のように高い写真になっておりますね。天気はちょっと悪かったのかな。まあ、ハイコントラストのフィルムで撮ってる時にまあ天気が悪いっていうのは案外プラス要素にはなっていきますね。野上さん、ありがとうございます。次はゆこさんですね。おたきさん、こんばんは。ゆこです。この4月でフィルムカメラデビューからちょうど1年です。2年目もカメラ仲間やカメラに興味を持ち始めたこの春から、中3になる末の息子とカメラぶら下げておシャンプー活動を楽しもうと思っています。今回は年末に埼玉県入間市にあるジョンソンタウンで撮影した写真で組写真投稿します。
カメラペンタックス ME、レンズ SMC ペンタックス M50mmF1.7、コダックカラープラス200です。よろしくお願いします。ということですね。これがね、写りが良くてね、特に1枚目は好きな写真になりますね。あのね、ゆこさんね、本当によくわかっててね、被写体をちゃんと構えて撮ってるというね、センスを感じる3枚ともね、非常にセンスを感じられる写真になってます。またレンズの発色もこれ良いですね。ネガの写真とは思えない、僕もこのレンズ持ってるんで一遍カラーネガ装填して撮ってみようかなと思う、作品でした。ゆこさん投稿ありがとうございます。はい、今日はこれで終わりですね。作品投稿ありがとうございます。まだまだ投稿募集しておりますので、投稿これからされる方、初めてされる方はね、このチャンネルの概要欄に、ルールを記載してありますので、そちらを参考に投稿してください。Twitter の DM で投稿することになると思いますが、作品投稿は中年オタッキー本赤の方によろしくお願いします。はい、次のコーナーは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はライラさんの俺のカメラですね。お仕事お疲れ様です。俺のカメラに投稿させていただきます。デザインに合わせてこのカメラにはこのレンズという感覚があります。写りとは別に単純にかっこいいと思うデザインです。私の場合はニコン F4 にマイクロニッコール 60mmF2.8D がそれです。あいにくの曇り空でしたが、トロッコ公園で撮ってきましたので投稿させてください。撮影機材はニコン Z6 に Z40mmF2.8 です。それでは不安定な季節、お体に気をつけてご安全にということでね、作品なんですけどもね、まあ、トロッコ公園ということで、トロッコ列車の機動車かなんかを背景に撮っておりますね。60mm のね、マイクロニッコールですか。まあ、AF マイクロニッコールになりますね。これ非常に似合っておりますね。まあ、ニコン F4 ということでね、ちょっとごつめのレンズが似合うんですが、これはよく似合ってると思います。僕もね、似合うレンズが欲しくてね、F2.8 のね、2870のレンズをずっと物色してるんですけど、やっぱ高いんだな。まあ、F4 はね、今後も登場してくると思いますが、あまりにも影響力が強いので、ちょっとね、ちょっとだけ控えようとして思います。F4 の相場が上がっちゃう。そんなわけで今日の動画終わっていきます。いかがだったでしょうか。オタッキーのね、英語字幕版付き、字幕付きチャンネルね、そちらの方もね、概要欄、説明欄の方にね、リンク貼ってありますので、そちらの方からね、訪れてもらって、チャンネル登録とか高評価もよろしくお願いします。で、もちろんね、オタッキーの動画、こちらのチャンネルも、チャンネル登録6000名を目指してね、頑張っています。今5100名を突破したところで、まあ、じりじり増えている感じですけど、まだまだ増やそうと思ってますのでね、高評価、コメントの方もね、どしどしよろしくお願いします。今日の動画いかがだったでしょうか。ちょっとね、試しにね、撮らなきゃいけない、試写しないといけないカメラもたくさんあるし、まあ、試したいフィルムとかもたくさんあってね、なかなか前に進んでないオタッキーですが、頑張ってちょっとやっていこうと思います。で、最後になりますけどね、フィルム販売をね、始めることにしました。もうね、ドル高もそうですし、物価高もそうな、もうこのままね、放っておいたらね、いつまで経っても始めれないってことでね、一応予約を受け付けます。で、フィルム販売の方は、最低単位が3本から。で、フィルム販売の販売価格の方なんですけども、1本あたり880円とさせていただきます。でね、中年オタッキー3の方から受け付けようと思います。で、お支払いの方は現状ではね、銀行の振り込みか、ペイペイの送金を考えています。ペイペイの送金のやり方はね、まだわかんないんで、ちょっと調べてからになりますんで、とりあえず購入の意思のある方は、中年オタッキー3の方にね、何本ぐらい購入するよっていうのをね、意思をね、DM で送っていただければと思います。で、これに合わせて、現像サービスも開始します。オタッキー現像所、始まりということなんですけども、基本的にね、どこで購入したフィルムでも構いませんが、モノクロに限ります。で、SPD50% 希釈で現像していきます。現像料金は1本あたり500円。で、送料別になります。
で送料はちょっとまだ調べてないんですね。だからまだスタートはできてないんですけども、多分ね、定形会で200円弱ぐらいになると思うんですが、封筒代が入るんで200円ぐらいになっちゃうかな。それもね、ちょっと調べてから発表しますんで、まあ、もちろんオタッキーから購入した WX を現像できない人のために始めるサービスなので、そちらが優先になっていくとは思いますが、基本的にどこで購入したフィルムも現像しようと思ってます。どんどん忙しくなっていくんですけどね。まあ、フィルム写真をやれって言ってる人間だから、まあ、それをサポートするのは当然かなという使命感でやっております。もちろんね、時間的に限界がありますので、サービスに時間かかる可能性はありますが、まあ、そこはご勘弁ということになっていきますかね。WX ね、販売するとなると、その、長巻きパトロネ詰めということで、現像書、通常の現像書では受け付けることができませんから、頑張ってオタッキーが現像して出すと。というわけで、まあ、自家現像されてない方も臆することなく購入してくださいという流れになります。はい、今日の動画はこんな感じになっていきます。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価の方ね、じゃんじゃんくださいね。あとコメントの方もよろしくお願いします。で、フィルム購入される方ね、意思表示をね、中年オタッキー3の方にね、 Twitter の DM で送っていただければと思います。はい、それでは今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。